ピンンチチがャス含め JJ です皆さん方にお願いとご報告があるんですよ。昨日ですね、阿部さんの動画、3回ほどですね制限がついたり、バンされた、えー、動画をですね、えー、音声を切って、えー、アップしたらですね、えー、今のところですね、あのまだ、 えー、軽い処置で済んでるんですけれども、軽い処置ってのはどういうことかというとあの、YouTube っていうのは、バンっていうのはですね、一番重いのが、チャンネルごとバーンとバンされてしまって、急になくなってしまうっていうのが一番重いんですよ。で、その次に重いのが、上げた動画が気づいたら YouTube に削除されていたで、これが2番目に重いんですよ。で、この上げた動画をバッと削除されてたっていうのは、これ、チャンネルのステータスに関わりますよっていう警告が 可能 で、その次に厳しいのが、この動画に関しては、かなりやばいけれども、ギリギリメンバーシップで上げる分には許しますよとか、いろんなランクがあるんですよ、YouTube ってね。で、僕が一番多いのは、あのー、こも,もちろんあのチャンネルごとはバンスされてないですけれども、警告、えー、動画ごとバシッと、えー、削除されたり、まあ、こんな性格でズバリ言ってしまいますからね。えーふ 不都合な真実っていうのを僕が話してるのかなそれとも言葉遣いが悪いのかななんか分かれへんけれどもえ動画ごと警告付きでバンされてステータス影響しますよなんて脅されたことがあるんですよ。ねこのままあんたこんなことをやってたらチャンネルバンしますよみたいな形ですわはっきり言うてね言うたらねで,で安倍さんの動画はですね僕ずーっと10本20本上げてるのでなんとか皆さんに伝えたいなっていう意味で昨日動画上げたんですけれども。 気づいてますよね。あれだけの動画で音声もカットして、あれだけの動画なのに、あれ広告剥がされてるんでしょ一切広告ついてないでしょそういうことなんですよ。限定付きを上げるっていうのはね。で、あれも一時メンバーシップにそのまま上げていて、え限定付きですよ。メンバーシップなら許容しますよ。ぐらいの勢いのえ警告だったので、メンバーシップさんにはあれ公開してましたよね。音声はカットせずにね。で、大丈夫やったんで、そのまんま警告カードが 出なかったので一応気になるところ音声カットして機能上げてはるんですよであのー、でもですねあのやっぱり安倍さんの動画おろそかなと思ってるんですよやっぱあれが問題なんかな一度警告ついたやつを一般で流してしまったからかなあの機、ー、能ですねついさっきですねあのルナの動画お母さんのことも調べてそしてテレビでいろんな報道もされ始めたのでルナの最近の画像であったりつけて つけてね、えー、そしていろんな事件と絡めながら、えー、話をしたんですよ。で、全部もう編集も終わって、えー、アップしたんですよ。そしたらやっぱり限定ついてしまったんですよ。で、これ厳しくなったんちゃうかなと思うんですね、僕の動画自体ね。ところがおかしなことにですね、一本審査通ったやつがあるんですよ。どういうことかというと、 完全な無編集です。要するにオープニングもエンディングもない、画像も使わない。とにかく動画で撮影したまんまシュッと上げるんですよ。何の編集もせずに。それは、えー、通ったんですよ。広告も,もつくんですよ。ちゃんと通ったんですよ。ね。ところが、全く同じ音声です。その生動画に僕はエンディングとオープニングをつけて、そしていろんな画像を貼り付けた。 それしかして、ません。話してること,と全く一緒です。もうい、人も人も変わります。同じ動画なんですよ。あの、カットしてませんからね。僕は噛んだりしてもカットしないですからね、動画をね。他の、肩が噛んだ部分をこう、噛んだりして、ぴゅっとこう、つなげたりしてるじゃないですか。僕はしないんですよ、ああいうのね。まあ、邪魔くさいからしないんですよ。昔やってましたけどね、あれ、時間かかるんですよ。まさ、あ、はどうでもいいですけれども。それで、あのー、今日、ね、あのー、まだ安部さんの動画見てない人はぜひ見てほしいんですけれども、今日の6時に、 ルナの事件総集編あげます。ね、あのもう分かってきたことであの要するにゼロスタートからフィニッシュまでバシッと考察できて皆さん方にお届けできるようになったのでそれを届けますけれどもあの動画の中でねこれ画像を見ながら、えー、話を聞かないと分かりにくいところもあるんですよ。ね、でそれで画像をつけて えー、配信しますけれども、それはね、一旦メンバーシップでその画像付きのやつも作ったやつはあげます。メンバーシップなら大丈夫のような雰囲気なんで、いつもと一緒のような限定の付き方やからね。だけど、これまたですね、一般で流してしまったら、警告なんか入ってしまったらね、あんた警告したのにこれ一般で流してしまったやないかと、思い所持しますよとなってしまったら、それこそほんまに、あの、避難所でやらなあかんようになってしまいますからね。まずは一旦、一般の方には、えー そのまんま、全く内容、を話してる内容はそのまんまの生動画を今日の6時に配信しますから、まずはそれを見てください。ね、そしてメンバーシップで編集したやつ流します。で、一日メンバーシップで流してみて、なんもこれ警告入れへんなえ。このままメンバーシップいけそうやな。もちろんメンバーシップに流すやつも広告はつかないですよ。広告はつかないっていう条件で、しかもメンバーシップなら栄養みたいな雰囲気の動画の限定付きなんですよ。 なので、明日の、あ、今日か、今日の6時に、一般の方に流してる動画と、メンバーシップさんに流してる動画、話してる内容は一文字とも変われへん内容ですけど、画像だけ一般の方ないので、こいつ何言うてんねんっていう動画になりますけれども、一日、まずその動画必ず見てくださいね。必ず見てくださいね。お願いしますね。で、なんで見てほしいかっていうのをちょっと理由をお話し,しますからね。で、次の日に画像付き、その今日話した内容に、 画像ををつけたたやつを、えー、明日まま、えー、配信しますなので、2つ見比べて、どの画像があかんねんと、なまあ、話してること一緒やのにっていうの、もし分かったら、それもコメントいただきたいんですけれども、おそらく、まあ、安倍さんの動画を上げることによって、このチャンネルちょっと厳しせなあかんなっていうようなことの匂いを感じるんですね。 ちょっと危機感感じてますそれで、あのこの YouTube っていうのはあの、広告がもらえますよね。広告がもらえるのが、ある意味楽しみで、YouTuber っていうのはやってるんですよ、これ、現実的にねで。僕もそうですね、言いたい話をバンバンしますけれども、やっぱり YouTube をやって楽しみっていうのは、1ヶ月皆さん方に見ていただいた結果、収入っていうのがもらえるんですよ。ね、それが多い時もあれば、少ない時もある。でこれ、どんな計算してるのかよく分かんないですけれども、おそらく再生回数 であったり広告のつく単価みたいなもので計算してるんで、毎月僕の場合は困難な,なんですよ、収入が。あの他の YouTuber さんは一定してるのかな、だから去年なんていうのは、これで生活できるないうぐらいもらってる時期もあったんですけれども、もう今はですね、困窮してるんですよ。ね、あの僕、貧乏なんですね。昔は貧乏じゃなかったんですけど今、貧乏なんです。おそらく見ていただいている方の中と貧乏の方いらっしゃったとしたら、それ以上に貧乏です、ねえ。病気の、ね両親 抱えね、そして仕事もたまに昔の知り合いがですね投げてくれるスポットの仕事をこなしながらねそしてあとは YouTube で1ヶ月入ってくる収入ねこれを頼りにですね米粒を数えながら今日は米粒何粒食べようみたいな生活をしている貧困者なんですよ、ね、だから、あのー、皆さん方がたまにですねコメントをする時にこの,あのチャットってこうなんかこうお金投げたりできるじゃないですかしかもコメント書く時もちょっと投げ銭。 えー、くれたりするんですよ。それがものすごく助かってるんですね。助かってるっていうかまあそのもらえるとほんとごくわずかたまにしかね1ヶ月に1回あるかないかぐらいしかもらえないんですけれどもあのー、まあ、そういうのがすごくねありがたいんですよ。 なのでね、昨日の動画、ナメさんみたいに全部広告をね、剥がされてしまったらあの困るんですよ、僕自身もね。なので、あのー、慎重に今日は、あのー、広告が剥がされないように、まずは通った動画をご覧いただいて、そしてメンバーシップには通らなかった動画を上げさせてもらいます。そういう経緯です。ね、ちょっとお金が絡んでていやらしい上げ方になりますけれども、そういう意図があってこういうことをやるということをね、ちょっとご理解ください。ね、あのー、 僕がね、裕福でね、あのやってるんやったら、ね、そんなこと考えずにやったらいいんですけれども、あの困窮している人間なのでね、あの裕福じゃないのでね、えー、そこは皆さんちょっとね、ご理解ください。はい、これをぜひぜひ、ね、皆さんにお話をしておきたいと思います。だけれども、だけれども僕はあのー、結果でそういった広告料っていうのはついてくると思っているので、この形で続けていきます。言、ね、言いたいたことを言って、ね、えー 皆さん方に真実、自分の考察、こうじゃないかっていう真相の部分を届けられるようにね、頑張ってやっていきたいと思いますので、ぜひですね、ご視聴の方、ね、それとあのね、あのグッドボタンとかね、あの影響するみたいなんですよ。僕、チャンネル登録してもらったら喜んでたんですけど、まあ、グッドボタン、見る動画にグッドボタンをすると、その動画がばーっとこう広がって、いろんな人に見てもらえる。ね、そしたらいろんな人に見てもらえるっていうことは、当然、広告量もあの増えますよね、いろんな人に見てもらえるんでね。なののででもしですねこの J J チャンネルを、ね、応援してあげようと思う方が、ね、いたらです、ね、あのそんなあのお金とかそんないりませんからあの見るたんびに、ね、グッドボタンをピュッと押してもらったらこの赤マスクの,あのいわゆるあのヘルパーになっているよということをです、ね、あの思っていただいて清き、えー、一票をお願いしたいなとうう思います。以上でした。 よろしくお願いします。JJ チャンネルでした。たださんの動画と今日のね、えー、ちょっと6時からの動画、全くの生動画ですけれども、それ見ていただいて、メンバーシップにあげた動画が OK やったら、そのままそれも明日あげますから、えー、日本続けてみてなんか比べてみてください。何が違うのかなというね、えー、音声は全く一緒ですということでした。以上、JJ チャンネルでした。よろしくお願いします。